皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。1234567899つの正体について説明するメールをくれたサイト、s t o p s e コン c o n t r o l c o m のページから紹介するシリーズです。今回は、なぜトランプは新型ちくわを推し進めたのか、彼はカバちゃんの一員ですかという 記事の後半です前半は url に貼っておきますのでそちらからぜひ聞いてくださいそれでは後半進めます毒によって殺めることによって人類を弱体化させるちくわは世界人口全般を弱体化させるのに役立つので制御が容易になります弱くて疲れた人は エリートのために働くことができるだけで質問をしたり抵抗したりする力は残っていません。これは私たちの食べ物、水、空気、薬、そして心を毒することによって彼らがすでに何十年も使ってきた戦略です。スーパーマーケットの食品の大部分が工業的で高度に加工され非常に有力な疑似食品であり多くの医師によると 現代の全ての病気の85%を占めていることは偶然ではありません。ガソリンスタンドが数えきれないほどの旅行者に健康を破壊するスナックしか提供していないのも偶然ではありません。ファーストフードチェーンは全ての国を支配し、この世界が彼女の長い存在の中でこれまでに見たことのないゴミを人類に提供します。 この有毒な偽物はすべてかつてないほど人類を弱体化させています。現代の病気の90%は一世紀前には存在はしていませんでした。今日、地球上で特に西洋諸国で完全に健康な人を見つけるのは難しいです。誰もが何らかの健康上の問題を抱えているかのようです。慢性疲労、睡眠障害、アレルギー、耳鳴り、 頭痛神経痛関節炎がん糖尿病及びその他の何百もの病気私は不安障害うつ病自閉症などの世界的な流行に言及しましたか統計によると子どもたちはこれままで以上に慢性的な健康問題を抱えています同時に彼らは今まで存在した中で最もちくわを受けた子どもたちです。 接続を参照してください人口弱体させることは彼らを支配すする鍵ですだからこそ自然医学を作り出そうとするあらゆる努力が常に途方もない反対に直面し何千人もの自然医師が亡くなっているのが発見させ自然医師というのは自分の力で体を治そうという信念のもとに取り組んでいるお医者さんのことだと思います。 がん治療のすべての発明者が突然心臓発作を起こしたのもそのためです。人類を支配し抹殺し弱体化させることはグローバリストエリートの計画のまさに中心にあるので、ちくわの義務を課すことは彼らの成功に不可欠です。治療法があればちくわを食べることを義務付けることはできません。彼らの アジェンダを知っているので私たたちは重要な質問にたどり着きますトランプ大統領はこれらの狂気の計画を妨害するために何をしましたか彼は流行り伝染病の治療法と治療法の宣伝を始めました。そうすることで彼は事実上アメリカにおけるちくわを食べる義務化のあらゆる法的基盤を取り除きました。ちくわは 治療法ががない場合にのみ、義務付けるることでできるからです。だからこそ流行り伝染病のあらゆる治療法がグローバリストによって抑圧されてきたのです。また新型流行り伝染病患者の治療に成功した多くの医師が検閲されているのもそのためです。彼らは今も永遠にちくわを義務付けることに成功しなければならないので彼らは必死に 流行り伝染病の治療法を隠す必要があります。だからトランプが流行り伝染病の治療法についてツイートし始めたとき、彼は単に彼らの窓に大きな石を投げつけました。彼はまた安全で効果的な流行り伝染病の治療法が世界に提示され、ちくわの必要性を再び根絶するアメリカ最前線の石による有名な サミットをツイートしました生放送は2000万回視聴されその後この医師グループは Facebook、Twitter、YouTube、Instagram によって検出され彼らのウェブサイトは削除されましたトランプは何をしたんですか彼は Twitter で彼らを宣伝しましたバム・グローバリストを前にしたもう一つの大きな打撃流行り伝染病には治療法があります その後、トランプと彼の家族は彼らが流行り伝染病に罹患したと言い,い、彼らが受け取った奇跡的な治療法のおかげで燃えるような速さで回復しました。トランプ大統領は再び自分と妻と息子が治療によって治癒したと宣言して、ちくわを食べる義務付けの法的基盤を取り除きました。だからトランプ大統領は、 彼の話に耳を傾けた世界中の何億人もの人々にそれを非常に明確にしました。誰もちくわを必要としていません。治療法があります。いかなるちくわも義務付けることはできません。しかし、ひどく洗脳された人々をどうやって救うことができるでしょうか。トランプは巨大な割合の敵に直面していました。 大多数のアメリカ国民の心の中で、そして世界の心の中で、何十年もの間、主流メディアと犯罪医療機関は、ちくわが健康を維持し、感染症を打ち負かす唯一の方法であるという嘘で、全人類を洗脳してきました。その結果、トランプ大統領は、ひどく洗脳されている世界人口に対処しなければならなかったので、 彼が治療法や治療法についていくら話しても、彼らはまだくわを要求しています。くわだけがグローバリストの封鎖を終わらせ、そのためにグレートリセットを防ぐことができることを知って、トランプはくわを推し進め始めなければならないことを知っていました。彼はそうしました。興味深いことに、彼は F 社くわの最初の発表の直後にツイートしました。 私は人々が自ら殺めるのをやめてほしい。それが全てを物語っています。それからトランプは、ちくわの義務化をきっぱりと防ぐために何か他のことをしました。彼はちくわの開発をあまりにも馬鹿げて早く急いでいたので、それらは本当のちくわではなく、実験的な医療製品になりました。医学実験は決して義務付けられません。 ここで彼は再び、ちくわの義務を課すというグローバリストの計画を妨害したのです。また、彼は世界の教育を受けた部分がこれに大いに有料することを十分に知っていました。ちくわの実験製品を作ることで、彼は私たち全員に人類に警告するための完璧なツールを与えました。実験。これは、ちくわではなく、 未試験の実験的な生物学的製剤です。あなたが何をするにしても、これを取らないでください。これらの急いでいるちくわの他の戦略的要素は、彼らがすべての必要な安全性試験をスキップしたので、彼らは計画よりもはるかに多くの有害事象を引き起こしており、それは再び人類を有料させています。 これまでのどのちくわよりも多くの有害原子を持つ、この急いで作った危険なちくわのおかげで、何十億人もの人々が人生で初めてちくわ全般の壊滅的なリスクについて学んでいます。これが最終的にちくわが将来地球の表面から完全に禁止される結果になっても、私は驚かないでしょう。誰にもわかりません。 あなたはこれを理解しなければなりません。トランプはちくわがどれほど悪いかを公に言うことは決してできません。彼はすぐにあらゆる大メディアと腐敗した政府の大半、左翼、そして右翼からもアメリカ国民を殺めたとして非難されるでしょう。だから彼は賢くなければならないのです。彼は世界にちくわを与え、そのために 封鎖を終わらせることができ無限の封鎖によって人類を破壊する計画は失敗に終わりますもちろん彼はそれらが安全で効果的であるという必要がありますが人々が安全で効果的という主張を聞きながら自分たちの周りでこれらのちくわが引き起こしている破壊を見ているのでこれでさえ世界を目覚めさせていますこれは政府と保険 機関に対する彼らの盲目的な信仰を弱体化させており、それは再び世界に対するエリートの支配の拠点に大きな打撃を与えています。グローバリストはもちろん、これが彼らの計画ではなかったので、おかしくなります。だから今、彼らは皆、狂乱の中で叫んでいます。ちくわは実際にはあなたを守ることなどしません。あなたにはまだ封鎖が必要です。 本質的にちくわは何もしません。あなたはまだ流行り伝染病を入手して感染させられることができます。もちろん、それは私たちの間で最も洗脳された人々さえも目覚めさせている完全な狂気です。一体誰が医学実験をしたいのだろう。それはどんな効果もないのますます多くの人々が質問しますが、 ここれはエリートが必要ととすする最後のことですドナルド・トランプが取った戦略的措置が邪悪なグローバリストの計画に文字通り大混乱をもたらしているのがお分かりですか無知を選ぶことの致命的な対象もちろん人々がちくわに苦しんでいるのは悲劇的です。しかし正直に言ってみましょう。 これらののににについて世界に警告する情報の量は非常に膨大で圧倒的ですこの全ての知恵を否定することは多くの人々が意識的に選択することでありトランプがツイッターで「自らあめないように」と言ったように「聖書」は知恵が通り角に立って人々に叫び人々に警告する方法について語っています。しかしか 彼らは知恵よりも愚かさを好み、その結果彼らは自分自身の運命に足を踏み入れてしまいます。それはこの世の基本的な現実です。私たちが健全な知恵を拒絶するとき、私たちは破壊に終わります。知恵だけが私たちを安全に保ちます。トランプは屋上から治療法があるからちくわはいらないよと叫びました。 耳のある人はみなそれを聞きました。それから彼は実験的なちくわを押すことによって、新世界秩序を止めるためにウォーゲームをしなければなりませんでした。そのために、それは強制されることがあってはなりませんし、封鎖を終わらせるのを助けるべきです。私たちがどのような戦争をしているか、そしてグローバリストの新世界秩序から、 アメリカと世界を救うためにトランプが動かなければならない戦略的方法を理解していただければ幸いです。封鎖を止めることができれば彼らの計画は失敗し自由は回復します。それが目的です。筆入れの盗みは計画の一部でした。不代入れ詐欺があります。これは、 トランプ大統領と彼の軍事諜報機関支援グループにとって本当に驚きだったと思いますかもちろんそんなことはないです。9つと呼ばれる軍事諜報活動について我々が何を信じるかは問題ではありませんが、事実、彼らはこれまでに起こった全てのことを正確に予測しました。彼らは愛国者たちに梅田が大統領になること、必要な恐怖の出来事が起こること、 光を見るために暗闇の中を歩かなければならないこと、筆入れが盗まれること、そして外国の団体が白い家を支配することを警告しました。議会への攻撃や弾劾の試みさえも予測されていました。9つが計画を信頼しなさい。これから起こることをやめることはできない。と言い続けたのには理由があります。 これらの軍事諜報機関の愛国者と自由を尊重し、神を恐れる戦士たちは何十年もの間、腐敗した権力構造の打倒を準備してきました。彼らは私が見分ける限り、地球上で最も知的で懸命な人々の中にいます。彼らはこの世界の全ての情報にアクセスできると主張し、エリートがやっている全てを見たり聞いたりします。もちろん、札入れの窃盗は、 彼らの計画の一部でした。彼らは悪人が何を備えているかを知っていました。ジョージ・ソロスは世界経済フォーラムの演説でそれを明白かつ明確にしました。トランプは2020年に消える脅威だ。今何が起こっているのか。トランプは個人的に筆入れの盗みの全ての証拠を明らかにすることができますかもちろんそうじゃないです。 彼は単に嘘をついたと非難され、多くのアメリカ人は彼をさらに憎むでしょう。では、トランプは何をしているのでしょうか彼は、アメリカ国民が筆入れ盗みの証拠を暴露するのを許しています。彼は、筆入れ結果を受け入れるかのように脇に退き、その間、マイク・リンデルは、筆入れがどのように盗まれたのかを証明する壮大なドキュメンタリーを制作しています。 トランプは彼の損失を受け入れることを拒否したと非難されることはなく、独立した市民が仕事をしています。札入れの盗みを許すもう一つの要素は、これが全ての腐敗した政治家が自分自身を明らかにさせるということです。だから今、トランプは全ての本当の顔を見て、誰がずっと裏切り者だったのかを知っています。全ての腐敗が暴露されています。 軍事作戦全体として私たちは非常に賢明な作戦が練られており最終的には全世界を救うだろうと私は信じています。28カ国の指導者たちがトランプ大統領に自国の自由を守るのを手伝ってほしいと頼んだのが理由です。これを示す動画を用意しています。トランプが今これらのちくわを宣伝している様子やイバンカがちくわを食べているとされる 自分をどう見せているか私は気に入っていますかいいえ私は自分の存在のあらゆる部分でそれを憎んでいます。しかし私はここで国が危機に瀕しているかを知っています。封鎖が続けば国々は極度の貧困に陥りグローバリストはをグレートリセットと新世界秩序に成功しそれは人類の終わりであり次の段階としてトランスヒューマニズムのアジェンダを強制するでしょう。 そうすれば、この世界は従順なサイボーグとロボットだけを持つ、一つの技術サイバー刑務所になるでしょう。それは映画のシナリオではなく、狂ったサイコパスが思い描いている狂気の現実です。すべては持続可能性を装って、彼らが維持したいのは、彼らの力とコントロールだけです。何千人もの指導者がどれほど狂気を追いかけることができるか、私には謎です。 私は彼らが仮にも長い間妥協の道を歩んできたので、明確に考える能力が失われ、さらに地位とお金への欲望が彼らをさらに盲目にしていると思います。札入れの盗みは計画の一部でした。s オウムはトランプはダークサイドにも使えていると主張していますが、私にはそうは思えません。 世界中の魔女や悪魔崇拝者のカルト全体が公然とトランプを呪うために立ち上がったという事実は闇の領域がいかに彼を憎んでいるかを示しています。もし彼が彼らの味方だったら魔術と悪魔主義のグローバルコミュニティは決して彼をあんな風に攻撃はしないでしょう。 歴史上、世界中の魔女や悪魔主義者が集団で人を滅ぼそうとする組織的な努力はかつてありませんでした。トランプに対する主流メディアの憎悪も彼がどの陣営にいるかを明確に示しています。メディアは敵をバッシングするだけです。不入れを盗むために世界中のいくつかの国が協力したとしてもトランプが カバちゃんにとっていかに脅威であるかの確かな証拠にしかなりません。私は、不代でが再検討され、国民によって圧倒的に選ばれた、義にかなった大統領が承認される日が来ると確信しています。私たちは今、人類の救いのためのこの戦いで待ち、忍耐し、自分の役割を果たすという困難な時期にあります。信じられないかもしれませんが、 私たち全員が重要な役割を果たしています。私が必要とされているのと同じくらい、皆さんも必要とされています。皆さんは自分が思っているよりもはるかに多くのことをすることができます。祈り、真理を広め、他の自由の選手を支援すること、などです。もし、私たち全員が世界中で一つの声を形成するなら、何も私たちを止めることはできません。 以上です。それではまた、ありがとうございました。